子供のことを可愛くないと感じてしまう、こんな悩み持っていないでしょうか。今回はですね、子供が可愛くないと感じてしまう方向けに、まあ実際どうやってね、じゃあこれから子育てをやっていけばいいかとか、まあその気持ちをね、どのように、まあ、付き合っていけばいいか、これについてお話をしていきたいと思います。改めまして、思春期の子育てアドバイザーの道山圭と申します。この思春期の子育てチャンネルでは、思春期の子育て法についてお伝えしております。もし該当するお子さんがいらっしゃいましたら、ぜひねチャンネル登録していただけると嬉しく思います。はい、で今回はこの子供が可愛くないと感じるっていうね悩みについてお話をしていくんですが、まあ、人間誰しもねついそうやって思うことはありますよね。でもここで自分を思い詰めてしまうと、もっともっとねこの状態ひどくなってしまいます。なのでそうなる前にね、今日の内容を実践してみてください。はい、じゃあまず最初にですね、もう大前提として、人間は誰しもまあそういうふうに思うことは絶対あります。なぜなら人間は完璧ではない生き物だからですね。親といえども時にはね、子供に腹が立ったりとか、可愛いと感じられなくなることはもうあります。でそれがもし一時的、つまりまあじゃあ、1週間のうちですよ、まあ、1日2日そういう日があると、でも残りの5日間ぐらいは普通に可愛いと思えると、こういうような状態だったらもう全く気にしなくていいです。やっぱお父さんお母さんだってね、やっぱイライラするときはイライラするわけですし、まあ、人間なんでね、そんなもんだというふうに思ってください。だからお子さんがもしね、それでなんか言ってきたとしても、そんなお母さんだってさ、イライラするときはあるよっていうふうに言えば、これは全く問題ありません。はい、ただもうこれが長期的に続く、もう1ヶ月以上ずっとそういうような気持ちで、もう本当になんか子供を手放したいとかね、思っている場合は、今から言う3つのうちのどれかが原因の可能性があるので、そこをまずはねちょっと改善していくといいかなと思います。はい、でこれ何かっていうと、まず1つ目がいわゆる疲れですね。精神的肉体的な疲れっていうのも、人間っていうのはやっぱ疲れが溜まってくると心の余裕がなくなりますよね。そうすると自分のことでさえ手一杯なのに、子供のことまで考えられるかっていうと、なかなかこれ難しいんですよ。まあ、なのでもし自分がねちょっと疲れが溜まっていったなと思ったら、それ子供 その部分が原因なので、そこを改善していくってことが大事になります。次2つ目はいわゆる愛情バロメーターの低下ですね。愛情バロメーターって何かっていうと、お父さんお母さんの愛情が子供に的確に届くと、子供の心の中の愛情バロメーターという数値が上がります。お父さんお母さんが頑張って子育てをしても、それが子供にうまく届かないと愛情バロメーター下がっちゃうんですよね。で下がるとどうなるかっていうと、子供は親から愛情を、親のね愛情を確かめるためにわざと親が嫌がるようなことをしたりするようになるんですよ。でこれもね、なんか度が過ぎてくると、親としてもね、なんでそんな私が嫌がることやるのって思って、つい嫌いっていうふうにやっぱ思っちゃうんですよね。だからその場合はただ、そのお父さんお母さんが悪いわけではなくて、ただ愛情バロメーターが下がっているから、それをちゃんと上げてあげれば、子供もね普通に可愛さを取り戻すので、また好きになれるってことですね。であとちょっとこれはまあ例外、結構特殊なケースですけど、自分自身がもともと愛着障害だったりすると、まあ、いわゆるこの愛情バロメーターが下がっている子供みたいな状態になっちゃうんですよ。そうすると自分の心が満たされていないので、他人いわゆる子供にも愛情を注ごうと思えなくなっちゃうんですよね。このケースも一応ありますと、まあ、ただ大抵は1番2番のどちらかなので、まあ、ここを解消していくってことが大事になりますね。はい、じゃあどうしていけばいいかっていうと、まあこれは簡単で、もう肉体的に疲れている場合は、もう本当にまずは仕事を調整したり、あとはマッサージの時間を作ったりね、まずは自分自身の体のケアをしっかりしてください。で、その間ね、一時的にちょっと子供にね、手をかけられなくなってしまうんですけど、まあそれは最終的に子供に手をかけるための、まあ、準備期間なので、まあ全然気にしなくていいですと。あと精神的に疲れている。これもやっぱありますよね。で、この場合は、まあやっぱり、精神を癒すことが大事なので、友達とランチに行ったりとか、あと趣味の時間を強制的に作ったりするってことが大事です。でここのこのマッサージとか趣味の時間を作るとかって、普段やっぱ忙しい方ほどなかなかできないと思うんですよ。でその時のポイントは、もうとにかく強制的に作るということです。もういわば自分はもう本当うつの一歩手前だぐらいに感じちゃってください。そしたらもう強制的に作らなかったらもっとひどくなりますよね。だからそのためのまあ治療ぐらいな感覚で強制的に入れちゃった方がいいかなと思います。はい、でただもう本当にひどくなってしまって、もうちょ半分うつ状態になってしまったりとか、あとはさっき言ったね愛着障害とか、まあ、ここまで来てしまったら、やっぱりなかなかねこう友達とランチ行くぐらいでは解消ができないので、こうなったらやっぱ一度カウンセリングとかを受けるのがねいいかなと思います。やっぱカウンセラーの方たちっていうのはこう専門的な技術があってですね、こう自分の愛着障害をね解いていくためのなんか質問をしてくれたりとか、うつをねこうケアしてくれるような、なんか話を聞いてくれるね、ケア方法とかいろいろやってくれるんですよ。だからかなりこれを続け
けていくだけで楽になるかなと思います。なかなかこれを一人でね解消するっていうのは難しいので、ぜひね、早い段階でねカウンセリングを受けていただくといいかなと思います。はい、でその上で、先ほど言ったね、それだけでも解消しなかったら2番のいわゆる愛情ボロメーターの低下、もうそもそも子供自身がそういう親が嫌がるような行動をしちゃってるような状態なんですよね、だこうなったらもうこの愛情ボロメーターを上げていくしかないです。ただ上げていく上で肉体的に精神的に疲れていたらそもそも上げる行動ができなくなるんですよ。だから先にこっちをやらないといけないってことですね。その上でしっかり自分がね、精神的にも肉体的にも整ってきてから少しずつね愛情バロメーターを上げていく、つまりお子さんに愛情を注いでいくと、お子さんが可愛くね変化してきて、そして子供のことをねまた可愛く思えるようになってくるので、ぜひこういう流れでやっていただくといいかなと思います。ちなみにこの細かいね愛情バロメーターアップテクニックっていうのは僕が無料で配信している思春期の子育て講座ですね、この動画の右上もしくは概要欄からチェックすることができます。この中で詳しくお話ししておりますので、よかったらこちらも参考にしてみてください。